金沢競馬開催3日目1レース準備完了スタートしましたおっと4番のゴールドタンバリンスタート直後ジョッキー落馬競争中止4番のゴールドタンバリンは落馬競争中止となりました外から6番コードブレイカー9番リローズ内輪3番ブルベア自然薯この3頭広がっていきました1コーナーのカーブ 後ろ1番のカフェオセロット外から上がっていくのは7番のクーザさらには8番の東海フェスタ内2番の飛鳥エンペラー5番のフクノマーチ後方を進んでいます、これから向こう上面先頭に立ったのは3番ブルベア自然薯1馬身のリード800を切りました2番手6番のコードブレイカー間が空いて9番のリローズ外から追い上げていく7番のクーザ さらに開いて1番カフェオセロット、内に2番のアスカインペラー、8番東海フェスタと続いていきます。離れて5番の福野マーチ、後方変わらず3コーナーのカーブです。先頭3番のブルベアジ然薯、追ってきました1番新反差7番のクーザ、前に並んでくる、3番手は6番のコードブレイカー。 あとは食い下がって9番のリローズ外から並んできたのが1番のカフェオスロット前の2頭の差が詰まって4コーナーカーブから直線3番ブルベア自然ョ7番クーザ2頭広がって200を切りましたしかし3番のブルベア自然ョ振り切りにかかれ3番手は離れました6番のコードブレイカー内から盛り返す9番のリローズ3番手なさい前は突き放した3番のブルベア自然女先頭ゴリック 最後は後続を突き放しました。3番のブルベア自燃所逃げ切り。 金沢競馬、開催3日目1レース。準備完了。スタートしました。おっと4番のゴールドタンバリンスタート直後ジョッキー落馬競争中止。金沢競馬、開催3日目1レース。準備完了。スタートしました。おっと4番のゴールドタンバリンスタート直後ジョッキー落馬競争中止。 4番のゴールドタンバリンは落馬競争中止となりました。金沢競馬開催3日目1レース。準備完了。スタートしました。おっと、4番のゴールドタンバリンスタート直後ジョッキー落馬競争中止。4番のゴールドタンバリンは落馬競争中止となりました。 外から6番コードブレイカー9番リローズ内は3番ブルベア・ジネンジョこの3頭広がっていきました1コーナーのカーブ後ろ1番のカフェ・オセロット外から上がっていくのは7番のクーザさらには8番の東海フェスタ内2番のアスカ・エンペラー5番のフクノマーチ後方進んでいますこれから向こう上面先頭に立ったのは3番ブルベア・ジネンジョ1馬身のリード800を切りました2番手6番のコードブレイカー 間が空いて、9番のリローズ、外から追い上げていく7番のクーザ。ーさらに開いて1番カフェオセロット、内に2番のアスカエンペラー、8番東海フェスタと続いていきます。離れて5番の福野マーチ、後方変わらず3コーナーのカーブです。先頭3番のブルベアジ燃所。追ってきました、1馬身反差7番のクーザー。前に並んでくる。3番手は6番のコードブレイカー。 あとは食い下がって9番のリローズ、外から並んできたのが1番のカフェオスロット。前の2頭の差が詰まって4コーナーカーブから直線。3番ブルベア自ジ,ジョ7番クーザ、2頭広がって200を切りました。しかし3番のブルベア自ジ,ジョ振り切りにかかれ、3番手は離れました。6番のコードブレイカー、内から盛り返す9番のリローズ3番手なさい。前は突き放した3番のブルベア自ジ,ジョ先頭ゴリ。